中野隆一、48歳です、シアトルに来たのが20年前ですね。1992年にアイラブ寿司の横山さんのところで働くために、ハワイから引っ越してきました。出店って言われてもね、出店したのがハワイ日本じゃなくてシアトルしかないので、ちょっとその辺は難しいですけど、全体的に言えるのはシアトルのお客さんというのは20年前と比べてお寿司のことをものすごくよく知ってるようになったということですよね。20年前に来た時はもうお寿司って言えばマグロ、エビ、カリフォルニアロール、サーモンぐらいしか食べなかったですね。もう今何でも食べますからね。本当に20年で随分変わったなと思います。シアトルで一番目につくのはやっぱり天然のサーモンですかね。天然のサーモンというのはまず日本ではお目にかかれない。北海道でマスノスケとか入りますけれども、本当に全国的に出回っているものじゃないので、シアトルでまず日本で食べられないネタといえば天然サーモン、何種類もありますしね。それと、今日もなんか四郎さん持ってきてますけど、スメルトですとかね、ローカルの魚がやっぱり全然違いますね。そうですね、サーモン好きな人でしたらサーモンですかね、やっぱシアトルでしたら、はい。私が店開けたのが2002年の夏なんですけども、それから一貫してテーマにしているのが、地元の人に愛されるネイバーフッドレストランを作っていこうということで、寿司じゃない関係なしにですね、ご家族の方皆さんで楽しんでいただけるような店を作っていこうと、そういう形で今まで10年間やってきています。この時期でしたら、そうですね、やっぱり寿司で言えばもう日本の旬のネタと地元の旬のネタをブレンドして、それでいいとこ取りで出していけるっていうところは今ありがたいですね。それとお昼ですけども、うちにいるキッチンのシェフがですね、フレンチがバックグラウンドにある人なんで、どこにでも出してない、グルテンフリーのカレーライスですね、ルーを全く一切使ってないカレーライスを出してます。それがおすすめですね。そうですね、基本的にはまず玉ねぎを、大量の玉ねぎをもうカラメライズするまでゆっくり炒めてですね、それに赤ワインとあと野菜のくずを入れてオーブンでローストしたものをさらに煮込んで、それにスパイスをですね、大体12種類ぐらい使ってですね、それでコクのあるものを作ってます。シアトルはいいところなんで、ぜひまたうちの店に限らずですね、寿司も美味しいですし、一度遊びに来ていただいて、いろんな美味しい地元の料理を楽しんでいただければと思います。